皆さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では言霊の使い方の基本をですね、改めて皆さんにお伝えしたいと思います。このチャンネルではですね、今まで様々な言霊をご紹介してきましたけれど、これを習得すればですね、言霊の力がますます爆上がりしてですね、皆さんの人生がますます爆上がりすること間違いありませんので、ぜひ楽しみながらご覧ください。この動画に巡り会えてあなた本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、ということで今日はですね、これであなたはうまくいく言霊の使い方の基本ということでお送りさせていただきます。さまざまなセミナーとかですね、 YouTube とかで、いろんなご質問をいただくんですけれど、その中でですね、こういうご質問が多いんですよ。例えばですね、この言霊はね、こういう言い回しでいいんですかとかですね、どういう声で出したらいいんですかとかですね、あるいは、現在形がいいんですか、過去完了形がいいんですかとかですね、正直言ってそういうご質問の内容ってね、枝葉にしか過ぎないんですよ。これどういうことかと言いますとですね、私の、知っているキリスト教の牧師さんがいるんですけれど、その方はどういう祈り方をしているかというとですね、神よ、これこれをお与えくださいっていうね、すがるような、祈りをしているんですね、言葉だけを見ると。ところがですね、その方はバン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 現実創造を祈りとともにしていくんですよね。そうすると言葉の意味にとらわれていると、この意味、この現象っていうのは全く、理解できないわけですよ。なんであの人はね、神にすがってるような言い方をしているのに、現象化していくんだろうってね、今まで、あちこちで教わった言霊の話ですとね、完了形がいいとかいろいろ形ばっかり教えるじゃないですか。ところがですね、その神父さん、なんで叶うかと言いますと、その人の中ではですね、神に祈れば叶って当たり前じゃんっていう深い確信があるわけですよ。ですからその響きっていうのが加わってですね、言葉では、神よこれこれをお与えくださいって言っててもですね、その確信の響きが乗ってきますので、当然現象化していくんですよね。でこういう現象は皆さんですね、自分の身の回りを見ていてもいろいろあると思うんですよね。例えばある人がね、口癖のように、なんでうまくいかないんだろうっていう人がいたとします。でその人の人生うまくいかないんですかというと、そうでもなかったりしてね。だから同じ言葉でも全然中の響きが違うんですよ。で例えば問題が起こった時にですね、口癖のように、なんでうまくいかないんだろうっていう人がいたとします。でこの人はその問題の原因を突き止めて、それを解決してやろうという意思のもとに、なんでうまくいかないんだろうって言ってるかもしれないんですよね。で一方ですね、なんでうまくいかないんだよっていう人は、ただ投げやりになってるだけですよね。つまり嘆いてるだけで、同じ言葉の並びでも全然そこに含んでいる響きが全然違ってきますよね。でここが重要な、ところなんですよね。つまり例えばですね、最近、僕のワークの中で手放すワークっていうのをね、言霊とともにやってるじゃないですか。これこれの思いを手放しますっていうやつです。あれもですね、本当はですよ、手放しますって言葉だけで言うよりも、内面の響きっていうのも乗ってくると全然倍増するんですよね、効果が。で密教の中では三密っていう言い方をよくするんですよね。それはどういうことかというと、真空意、真っていうのは身体の真ですね、空っていうのは口から出る言葉のことです。で意というものは意識のことです。でこの3つ、三密っていうものを、虫眼鏡で太陽の光をこう集中するようにぐっと
3つの力を使ってですね、集中していくとものすごい奇跡が起こりますよっていうのが3密の考え方なんですけれど、例えば手放しますであれば、こう手でアクションすることによって身体を動かしてますよね。で、手放しますって言葉、音を出してますよね。それプラス自分の中で本当に手放しているつもりになる、なりきるっていう要素が加わるとですね、これ最強なんですよ。ですから手放しますって一回やっただけでですね、効果の出る人と、何回かやんないと効果を実感できない人の差っていうのは、その三密が一体になってるかどうかというところじゃないかなと思うんですよね。で、この内面の響きっていうのが常に言葉に乗ってるんだっていうところをご理解していただけると、実は深い瞑想状態に入ってる時にですね、その響きをポッと置くだけで実は現象化していくんですよね。で、これが、本来元霊学でいう元霊というものにつながっていくんですけれど、つまり現実を想像するのは、言霊っていうものは音だけではなくて内面の響きを乗せるものなんだっていうのをしっかり覚えておいていただきたいんですよね。まあ、例えばね、最近の若い人何でもやばいって言うじゃないですか。あれって例えば、危険なことがあってやばいやばいやばいって逃げるのもやばいだし、あるいは美味しいもの食べてやばいっていうのもやばいだし、音は一緒じゃないですか。だけどそれに乗っている情報って全然違いますよね。まあ単純な話なんです。本当に、周りを見ていれば分かる単純な話なんで、その言葉の言い回しであるとか、そこをこだわってですね、悩むよりも、そこに自分がどんな響きを乗せてるんだろうっていうものを常に意識してですね、この言霊っていうものは使っていただきたいなと思うんですね。で、まあ一つの指針として今日また三密っていうのをお話しさせていただきましたけれど、このアクションと言葉と意思、この3つが加わると最高の言霊になりますよっていうのが、一つのポイントだと思ってください。で、僕の、ご紹介している言霊の中には、もう最初からこの3密が入って使えるようになっている言霊も多いですし、少なくても、まあ、体のアクションはあってもなくてもいいですけれど、その言葉の響きに自分の内面、これなりきるって言いますかね、そういうつもりで唱えていただくというのが一つのポイントになりますので、ぜひですね、楽しみながら活用していただいて、皆様の言霊の力をどん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 アップしてですね、皆さんの人生を爆上がりさせていただければなと思っております。ということで、今日の動画が良かった、あるいは参考になりましたという方はですね、ぜひいいねボタンをグググッと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、大島秀明でした。またお会いしましょう。